そうです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 そう。お。あ。皆さんこんにちは、DT 村田です。こんにちは、竹内です。はい、竹内さんさん、振り返る。その2、今日は次いきます。お願いします。はい、今、最終ちょっとやってもらってみて、上手なんですけど、もっと安定させて、もっと低く、ナックルの上も下も同じような形で作るような力っていうのを一つだけ、はい、教えますので、たくさん今やってるんですが、どちらかというと、横から入って、手首を使いながら、この外を取られてるんですね。動画見てもらって。なので、まあ、ここら辺が入って、抜けるんですけど、はい、少しだけと、若干先端気味から入れてもらって、はい、どうです？入れるんですけど、まあ、強く突っつかないで、まっすぐ突っつくので、当てる場所はここです。そうです。ここから入るんだけど、はい、ここに当たってこのまますぐ斜め下に持っていく。なのでここが当たることはない。ボールを置く狙いはこれです。これに向かってここに当てれば、はい、ちょうどギリギリで止めてます。横からやって、そうですね、ほぼ、まあ、真後ろから真前じゃないですか。はい、ちょっと斜め後ろぐらいが横に入ってくる。そうです。おお、そう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 、もっと先端が入ってくる。こういうふうに手首とか一切使わないです。一回出した。はい、ナックルです。押し掛けするイメージですね。おお、まだちょっと下取れてる。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです、そうありがとうございます。はい、受付は今まで必要なので、皆さんぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。